イスカリオ。アルテリア報告において風政省と対立する天霊省の傘下にある治安維持組織たる総兵庁。その中でも存在が秘匿された特殊な部隊。主任務は下法と認定された者を断罪することで、聖杯騎士団と対立することも多々あるようだ。詳細は不明だが、メンバーは戦術動力機を応用した霊視本院で常人をはるかに超える力を振るう模様。なお彼らを束ねる総兵長は代替わりしたようだが、正体は教会内部でも秘匿されており、未だ判明していない。